10分間ですね、この活動がどんなものかっていうことをご紹介しますよ。ハミング・フォー・ピースという名前の日本発祥の平和活動です。オンラインで世界の各国とつながってハミングを歌い合おうという活動になります。ハミングで世界を一つにという言葉を合言葉に、国連世界宇宙週間イベントとして去年2020年の10月10日に第1回目を開催したイベントです。その時はここのチームに集まってくださっている皆さんの力で、世界中から数千の人が Facebook ライブを視聴してくださって、そして数百の方々が Zoom で歌い合いました。約221人かなが Zoom にわざわざ入ってきてくださって、みんなで世界同時に歌い合いました。そうなんです。こんな画面で皆さんと同じポーズで歌い合ったり、アメイジンググレイスとかテーマ曲を歌い合いました。去年は国連世界宇宙週間アワードといって、2020の音楽部門平和賞をみんなで受賞しました。この活動が日本で最も盛り上がったイベントとして、 WSW のアメリカ本部、こちらに報告書の中に、こう日本で最も盛り上がったイベントとして掲載されて、この音楽部門平和賞っていうのを受賞させていただきました。とっても嬉しい計らいで、本当に感動しましたね。本当に去年10月10日がハミングデーと言われて、世界が初めて非言語でつながった日として、あのイベントが無事に開催できました。世界中から集まってくださった、ここのチームに入ってくださってる100名以上のサポートチームのみんなの力で、5カ国語翻訳していただいてですね、3分の動画が世界中に発信されました。まずなぜこの活動ができたのかっていうところなんですけれど、私は角張ゆきえ、ゆっきーと言います。初めましての方もたくさんいらっしゃると思うので、軽く自己紹介します。3年ほど前に OL から歌手活動が始まって、その頃歌が好きだったっていうことにやっと気づいて、今はミュージカルや舞台、いろんなところで歌ったり、このハミング・フォー・ピースという活動を世界に広めるために歌を頑張っています。あとは話す声の先生としても活動しています。つい3年前までは OL をしていて、音楽とは全く無縁の人生を送っていて、夢もなく普通に田舎暮らしをしていて、あがり症で引っ込み思案でした。本当にこういじめられっ子で、変わった声とかぶりっ子って言われる形でちょっといじめられたりしたことがあって、声の専門家になるまで勉強しました。でもなぜこの活動が生まれたのかっていうところなんですけれど、そうなんです、私が3年ほど前に歌が好きだったっていうことに気づいた時に、あのポイントがあったんですけれど、昔やっぱり幼少期いじめにあっていた頃に、自分自身の心を唯一こう一人ぼっちだった時になだめてくれたのが、私にとってはハミングだったんですね。でハミングには、争いはなくせなくっても自分の心の平和は守れるんじゃないかなって人生でずっと体現してきました。で世界中のどこかでたった今、以前の私のように一人ぼっちの子がいても、私のようにハミングを思い出せるきっかけがあれば、一人ぼっちじゃないっていうことを思い出せたりとか、ハミングで自分自身をこうなだめたりとかできるんじゃないかなってずっと人生で思っていたんですね。でそこで3年ほど前、 OL から歌が好きだったっていうことに気づいて、歌手活動を始めた頃に、実は肌の色の違う世界中の人が言語を使わずにハミングで通じ合っていた光景っていうのを夢の中で見た日があったんですね。その夢を見た日にハッとしてですね、数日間あれがどういうメッセージでどんな夢だったんだろうって考えていたんですけれども、あの世界っていうのはハミング、非言語で世界中の人たちが言葉を交わさずに
思いを通じ合っていた世界なんだっていうことをやっと分かりまして、あの世界は本当に未来にあるかもしれない、あの世界を叶えたいって思うようになって、平和活動として始めたいなって思ったのが、この活動が生まれたきっかけです。ね、みんなもハミングどんな時になさいますか？私はお風呂に入る時とか、なんか大好きなスポーツのサーフィンをしてる時とか、ちょっと歩いてこう気分がいいなーっていう時にハミングするんですけど、そういった時ハミングって心が平和な時だったり、人に優しくなれるようなマインドの時に自然に気づかず出てるような響きだと私は思っていて、いつか世界同時にそんな優しい響きが地球を同時に包んだら、何か平和な何かが起きるんじゃないかなってずっと想像してました。ね、で、ハミングならもしかしたら世界中の人と言語が通じ合わなくても同じ歌のメロディーが歌えるし、言語をね、超えて通じ合えるかもしれないと思ってですね、このハミングフォーピースっていう活動を思いついて、今頑張って世界に広めたいなって思ってます。あと3分くらいで終わるんですが、この動画、ご覧いただいたことがない方もたくさんいらっしゃると思うので、3分間ぜひ見てください。今、ここのチームに集まってくれてるみんなの一人一人のアイディアで作られた世界初の活動です。第1回目の開催の様子と、私が見た夢の中の世界の世界観が詰まった3分の動画です。ちょっと流させてもらいます。国連世界宇宙週刊ジャパン2020。この日、世界が初めて非言語でつながる。10月10日は、今聞いてわかりましたか？全然ハモれませんよね、ずいぶん。川村やす子さんが、なんと英語に大事なところを翻訳してチャットに書いてくださいます。国連世界宇宙週刊ジャパン実行委員長の、辻と申します。ハミングピースという言語を超えて、みんながハミングで世界でつながりましょうということで、人類は一つだよと、いうことが、その国際週刊の一つとして宇宙週刊というものに込められています。このハミングピースがそれをまさに実現というか体現させてくれるようなイベントなので、楽しんでください。ハミングフォーピース、人の声で人が癒されるあの日まで、きっとあれは未来の地球だった。あの日確かに私は見たんだ。人々が世界中のみんなと手を組んで、同じ歌を鼻歌で口ずさんで、平和を祈っていた。あの世界を築きたい。私はあの世界に名前をつけた。ハミングピース。言語を使わないハミングで世界中が一つになる世界。だから私は命が尽きるまで平和な国日本から鼻歌を歌い続ける。世界中が一緒に歌い始めてくれる日まで、あなたにも聞こえますか？
あなたにも聞こえますか？ありがとうございます。見ていただいて。今のがですね、本当。今のが去年の開催の模様と、そして私が3年ほど前に夢の中で見た世界の映像です。昨日ね、このチームに入ってくださった方もたくさんいるので、初めてこの動画を見てくださった方もいらっしゃるかなと思って3分流させていただきました。じゃあ相談のところに入る前に、この活動のシンボルマークとこの活動名について少しご説明させてもらいます。シンボルマークはジグソーパズルのピースの形をしています。あなたは欠けてはならない大切な存在なんだよっていうことを、私自身ですね、いじめの経験からこうたくさんの世界の人に伝えていきたいなと思ってですね、この気持ちを伝えられるシンボルマークはジグソーパズルのピースしかないなって思って、ジグソーパズルのピースをシンボルマークにしました。世界中もこれ100均だったかな、どこか の色塗りのなんだっけ、塗り絵のこうピースだったんですけれども、緑と水色で塗ってみたら地球儀みたいになるなと思って塗ってみたんですが、世界だって大陸と大陸が手をつなぎ合っているし、そういうふうに地球ってできているよねっていうことをピースで伝えていけたら嬉しいなと思っています。平和のピースという文字と、あとパズルのこのジグソーパズルのピース、このスペルの違いには A と I がありまして、この文化の違いを愛そうっていう気持ちも実は裏メニューじゃなかったイタリアの裏メニューみたいに、違う裏テーマとして、これは意味を込めてます。そして平和を願ったピースという意味、あなたは欠けてはならない大切な存在なんだよという意味を込めて、このジグソーパズルのピースを掲げるだけで、それを思い出してもらえる人がたくさん増えたらいいなって思ってます。今ですね、この活動のジグソーパズルのピースのですね、オリジナルのネックレスとかバッジを作って、たくさんの人にあなたは大切な存在だよってお伝えしながらお渡ししていきたいなと思って、オリジナルのネックレスとバッジを作ったらですね、全部がですね、こうやってパチッて合うようにデザインができたんですね。やっと出来上がって、実は手元に今日届きました。すごく可愛くって、今日も私もつけてるんですけど、そう、今回の企画でご相談させてもらいたい内容のクラウドファンディング のお礼として、こうリターンの中にも入れられたらいいなと思って、もう頑張って作りました。そう、たった一人のあなたの力を信じてほしいし、一人では未完成でも、ジグソーパズルのように集まってみんなが力を合わせれば、もうとっても大きな存在になって、とっても大きな力になるんだよっていうことを伝えていきたいなと思って、バッジ2個セットで組んでるんですけど、一つはぜひご自身のために、でもう一つはあなたは欠けてはならない大切な存在のワンピースだよっていうふうに言葉を伝えたい人に、ぜひみんなプレゼントしてもらえたら嬉しいなって思ってます。そう、そこでこの活動の共同リーダーとして手を挙げてくださったのが上田あゆみさん。今ですね、アメリカのボストンでサウンドヒーラーとして、または多国籍ボーカルグループのウーマン・オブ・ザ・ワールド、すごく有名なアカペラグループなんですけれども、このグループを10年前から立てて、アメリカのボストンで一人で頑張られているシンガーさんです。
あゆみさんと毎日のようにミーティングをしながら、この活動がどうやったら本当に世界に広まるのか、頑張って会議してます。